カンタベリーのアウグスティヌスはイングランドへのキリスト教布教で知られる7世紀の司教。初代カンタベリー大司教。聖教会、カトリック教会、聖公会で成人。アウグスティヌスは聖アンドレアス修道院長であったが、教皇グレゴリウス一世の命により、約40人の修道士と共に596年にイギリスへ不教のために派遣された。597年。 ケント王国の王、エゼルベルトに布教の許可を求め、カンタベリーに居住することと説教の自由を認められた。その年に初代カンタベリー司教に任ぜられ、クリスマスまでに約1万人のイングランド人に洗礼を施したという。翌年にカンタベリー大司教に除海される。601年、聖マルティンを記念してカンタベリーに建設されていた教会を復興し、 カンタベリー東方には後に聖アウグスティヌス修道院として知られる建物を建立。602年、南ウェールズに司教と司祭を招集し、復活祭の日をローマの基準に合わせるよう勧告し、ウェールズの7人の司教とバンゴルイス、高度修道院から派遣された聖職者の犯行を受けている。カンタベリーのアウグスティヌスは、ローマ式典礼を導入するとと,ともに、 イングランドの国情、習慣を尊重し、請求に改革を導入しないというカトリック的、折衷主義を採用していたと言われる。これは、彼がたびたび書簡をやりとりした、グレゴリウス一世の指導によるもので、すでに、イングランドにある、程度浸透していた、ケルト教会の影響を考慮した政策であった。その他、司教の除解の方法、ケルト人司教との交渉。 洗礼の規定など細かい点で、アウグスティヌスが大教皇、グレゴリウスの教えを仰いでいたことは、ベーダのイギリス教会史に衝述されている。ありがとうございます。